私とアルフリードが指示通り動ければシンドラ軍に負けはしない。守らなくてはな。もうすぐアルフリードがガーデービー軍を装って現れる手はずだ。シンドラは現在二人の王子による世継ぎ争いの真っ只中。意識せずとも兵たちの心に不安はある。そこへもう一人の王子が攻めてきたとなれば敵は混乱し簡単に打ち崩せる。これがナルサス様の言う三つの断りの一つ、人の輪だ。敵に回すということはシンドラそのものに反逆するということに。一大事です。ガーデービー王子が攻めてきました。何、ガーデービーだと？そんなバカな話があるか。あるいはこたびの我々の行動すべて密かに監視されていたのか。まさか。よし、敵は混乱している。今のうちにこの辺りの部隊を撃破しよう。ナルサス様は言っておられた。シンドラ軍にとってアルスは異国。それなりに下調べはしてきたようだが細かい地形まで把握できていない。三つの断りの一つ、地の利はこちらにある。俺と会ったのが運の尽きだ。ところは引いてやる。なんと勇ましき戦ぶり。感服しました。すべて読めたと。これで決める。まさか、ガーデービー王子が攻めてくるなんて。敵兵はすっかり騙されたぞ。ひとまず、私の役目は果たせたな。報告、味方の技法によりラジェンドラ軍に動揺が広がっている模様。そうか、ヘラムとアルフリードがうまくやってくれたようだ。さあ、今度は我々の番だ。ラジェンドラ王子を捕らえに行くとしようか。ガーデービーの次はファルス軍が動いただと。早く道を塞げ。道を塞ぐ。それだ、ファルス兵の力を知らぬな。あの程度皆で力を合わせれば突破できる。ナルサス、あい
相変わらずいい腕だ。やはりお主は芸術より戦いの方が向いてる。本来であればもっと手強くない天の時すら起こすシンドラゴンの正気は毒夏の南国で育ったシンドラゴン、真冬の山地さらばだ。果たしてどこまで戦えるか。俺が真のマルダーンのようだ。ナルサス、相変わらずいい腕だ。やはりお主は芸術より戦いの方が向いている。これを受け取ってくれ。お前ほどの腕があればきっと使いこなせる。さて、この間だ。勝利への道を描く。いただこう、ラジェンドラ王子。ご覧いただこう、ハルス。これぞ芸術。芸術を理解せん奴らの。なんと勇ましき草ぶり。感服しました。クイルがいい。俺を本気にさせたことをな。生かしてはおかんぞ。まったく逃げ足の速い王子だ。しかしそちらにはエラムとアルフリあげるよ。さ、おとなしく捕まりな。
な小娘に負けるものか。チャンスやめしょう。チャンス当たれ。クイルガイ、これを本気にさせたことをな。バカも、くそ、動くと死ぬよ、シンドラの色男。いやー、参った参った、見事にしてやられたわ。で、俺をどうするつもりだ？ラジェンドラ殿、私はパルスの王太子アルスラーンと申す者。いささか乱暴でしたが、お話ししたいことがあってこのようにご招待いたしました。驚いたな。パルスでは縄で縛って引っ立てることを招待というのか。これは大変失礼しました。辺境の地ゆえ大したおもてなしもできませんが。いやいや、この酒はなかなかいけるぞ。シンドゥラにはない味わいだ。ところで話とは？私はあなたと同盟を結びたいのです。ほう、聞こうか。まず我々はあなたがシンドラの王位につけるようお手伝いして差し上げましょう。その代わり、お主の戦にも力を貸せと。面白いことを言う。国が混乱しているというのにお主に何ができるというのだ？ですがラジェンドラ殿、こう言ってはなんですが、今の御身のお立場をよく考えていただきたい。脅迫のつもりか。俺の身に何かあってみろ、俺の兵たちは決して貴様らを許しはしないぞ。そんな野蛮なことはいたしません。ええ、というかすでにシンドラ国内には通達してしまいました。何？ラジェンドラ王子はパルス国のアルスラン王太子との間に遊戯と正義に基づく盟約を結んだと。何だと？さらに王子はシンドラ国に平和をもたらすため国都ウライユールへ進撃を開始したと。貴様ら、俺を反逆者に仕立て上げようというのか。もとよりいずれ第一王子ガーデービー殿とは私有を決するおつもりだったのでしょう。それが少し早まっただけのことですよ。やってくれたな、パルスの王太子よ。協力していただけますか？いいだろう。このラジェンドラがお主に力を貸してやる。どうだアルスラン殿、俺の自慢の兵たちは。あの男、本当に信用していいものか？なん、悪人だろうと問題はない。どうせ奴が王位についたとて国内を掌握するには時間がかかる。その間に孝子の憂いなく王都を取り戻せると思えば、多少利用されてやるのも悪くはない。バルス歴320年冬、シンドラ国第二王子ラジェンドラの軍を打ち破ったアルスラーンは彼と同盟を結んだ。そしてラジェンドラと王位を争う兄王子ガーデービーを討つため国境を越えた遠征へと旅立った。申し上げます、ラジェンドラ王子がガーデービー軍に囲まれ苦戦中、至急救援を願うとのこと。なるほど、ラジェンドラ王子は早速我々に戦いを押し付けるおつもりらしい。敵は多勢、正面からぶつかるだけでは勝てない。指揮官を引きずり出し仕留めるとしよう。だがその前、あのシンドラの王子を助けてやる。ラジェンドラ王子、ご無事ですか？おお、無事だ。よく来てくれた。ついでに俺の部下も助けてくれ。苦戦しておる。わかりました、お任せください。救援感謝いたします。海岸からは矢の雨、
歩兵の多いラジェンドラゴンの相手に良い戦法だ。助かりました。を理解せん奴らも助かりました。ありがとうございます。さらば、さすがアルスランドの軍師、よくぞ俺の部下たちを助けてくれた。私は軍師ではありません、一介の画家です。さて、ラジェンドラ軍の総崩れは避けられた。パルスの騎兵ならば素早く手ができる。敵の矢をかいくぐり、ガーデービー軍を叩くぞ。手伝おうか。報酬は特別安くしておいてやる。さらばだ。止められない。逃げろ逃げろ。くそ、パルス軍め、なんて勢いだ。前線の相当に完了した。こちらまで来てもらおう。貴様ら何をもともとしておる。数を頼んで取り囲み、奴らを蹂躙しろ。指揮官が連れたいようだ。あとはダリューンがうまくやってくれるだろう。その間俺は敵にこちらに向けさせてもらう。頃合いだな。ダリューン様、ナルサス様の部隊に釣られ、敵の指揮官プラダーラタが姿を現したようです。ナルサスの策通りに進んでいるな。急ぎ迂回路を突破し、プラダーラタの元へ向かおう。敵だ。くそ、読まれていたのか。ナルサス君は全てお見通しじゃな。我らは急いでおるゆえ、突破させてもらうぞ。今日のところは引いてやる。あんた相当な腕前だな。味方にいる限りは楽ができそうだ。ナルサスのおとりを務めると言っていたが、本当に大丈夫だろうか。心配ご無用です。できぬことを申し出るような男ではありません。ダリュウ、さすがだ。いつもお主は頼りになる。あれが敵の指揮官だ。ノルサスは無事か。よかった。いつもお主は頼りになる。アルスの野戦がこの鏡に貴様の鍵を晒してやろう。言ったからよ、やってみせる。これでしまいだ。
パルス兵の強さ誠に見事。特にダリウン殿の武勇は目を見張るものがある。私には過ぎた進化たちです。いやいや、彼らほどの者が従ってくれるのもアルスラーン殿の器ゆえよ。ペシャワールの守りに残っているキシュワード殿も。ナルサス、やはり俺はあの男を信用できん。むしろ俺は奴がどういう策を巡らしてくるか待ちかねているよ。ジャスワントよ、やってくれるな。はは。最小閣下は私にとって父親も同然でございます。この命に代えても。パルス暦321年、その年明けをアルスランはシンドラ国西方の荒野で迎えた。パルス式に新年の儀が行われ、彼は国王の代理として役割を果たした。新年の挨拶に来た。わざわざありがとうございます。うん。ところで、我が友にして心の兄弟たるアルスラン殿、相談があるのだが。ラジェンドラ王子の兵と我々で別の道筋を行き、二方向からガーデービーを挟み撃ちにすると。うん、ラジェンドラ殿が提案してきた作戦だが、どう思う？お断りなさるべきです。あの男を信用すべきではありません。俺もそう思いますね。あの王子様、きっと俺たちをおとりに使うつもりですよ。ファランギース殿も同じお考えでは？不愉快なことじゃがな。ナルサスの考えを聞きたい。まず殿下にお祝い申し上げます。え？殿下の部下にどうやらアホは一人もおりませぬようですので。皆の言う通り、ラジェンドラ王子の真意は我々をおとりとして利用することにあります。ですが、その提案ご承諾なさいませ。それはなぜだ？確かにラジェンドラ王子は信用できません。しかし、ならばむしろ距離を置いて行動した方がよろしい。なるほど。ただし条件をお付けください。ラジェンドラ王子は欲の深い人間。こちらがすんなりと提案を飲めば疑いの念を抱くでしょう。王子を油断させるため、糧食、それを運搬する牛馬、地図、信用のおける案内人、それらを要求なさいませ。ラジェンドラ王子より使わされました、ジャスワントと申します。ウラユールへの案内役を務めさせていただきます。ジャスワントか。よろしく頼む。は、それでは。随分な挨拶ですね。その剣の腕、身のこなし、ただの案内役にしては出来すぎてるな。何者だ？殿下を狙ったラジェンドラからの刺客か？私は使いの案内人です。どうだろう。やっぱりただ者じゃないだろう。失礼します。あれがグジャラート城塞、シンドラ国の軍事の要か。守りも相当に固いのだろうな。来たな、パルス軍。皆
プラケーシン様のご命令通りに動け。副兵か。